トムちゃん今日も暑いね。でも今日まだ33度しか今日上がってないね。もうこの時間で33度やったらこれ以上上がらんわ。うん、今が2時過ぎかな、2時半ぐらいになったんかな。で、なんぼかね、マシやね。どこ見よう、あんたあんたなんか若いね、ほんとね。年のあれもう15歳なんやけどね可愛いねじゃあね、バイバイ。よいしょ。今ゲオ来とんやけど、なんかあれやね、これ宮崎駿のあれやろ、なんか戦争の時の、ね、これも見たことあったんやけどね。面白いんかね。面白かったらちょっと、でもユーネクソで売り寄らんのかな、調べてみようかな。なんかあれなんやね、宮崎駿とかあのジブリ関係はサブスクリプションじゃ見れんだよね、ユーネクストとかそういう類のやつ。どうもなんかね、日テレのなんかはこの放送権かなんか持っとんやろ、どうも。なんでね、金曜ロードショーであるしか見るしかないか、レンタルで借りるしかないんやね。そういえばないもんね、ジブリ見ようと思って探した時もなかった。あの昔のパンダコパンダってなんかあれとかしか出てこんかったななんかね、まあ、大抵見たいのがあったら探してそれをユーネクストで見るとかね、そんなパターンになんかなりそうやね。あとでも本も読まないけんからな。まあなんか食べ物買って帰ろう。まだご飯食べてないよね。最近食欲がね、落ちてきようけど。まあアイスとかやったら食べれるけね。まあなんかとにかくあっさりしたら使うか。あ、でも鶏肉とか買っとこうかな。わからん。今日はなんか適当にします。今が3時半ぐらいかな。いや、帰ってきました。今日何買うか使ったかっていうとね、これを後にして、今日おかずね、もう惣菜買ってきた。テレビがうるさいな。まあいいや。惣菜。これ知っとうかな？これなんか知るだった。これよくね、マックスバリューに置いとるやつ。マイワシのピリ辛の天ぷら、これね、美味しいで、美味しいしおかずになるからね、よく買うのと、これね、もうジャワカレー買っとった。マックスバリューの方がジャワカレー安いんや、50円。んで昨日買ったあの昨日ね、マルタイのチャンポンカップ麺があるやろ、チャンポン買ったんやけど、それのね、袋のやつがあったんや。まあ5つで400円ぐらい。それとあとはもうこれ、小豆バー。久しぶりや、小豆バーは。ちょっとね、まだアイスは残っとうけど、小豆バー買うとこうと思って。んで、あとね、ちょっと変わっとったんやけど、不二家のねスイカスカッシュ、ほらレモンスカッシュ不二家のやつ、カンカンみんな覚えとると思うけど、黒いやつよね、黒くて黄色いあのレモンのマークの、あれのなんかスイカのやつ、いかにも美味しくなさそうな気もするんやけど、なんかね
ちょっとどんなもんかっていう感じで。んで、あとね、おやつ。おやつはね、これね、何個入り ?10 個入りのバームクーヘン。まあ、しばらく持つや。1日1個としてもね、10日。美味しかったらもっと早い。まあ、こんなとこですね、今日は。ああ、疲れた。汗が吹き出るな。本当に。なんかね、33度ぐらいに行って、ウェザーニュースでは書いとったけど、スマホ見たら、もっとなんか暑く感じるね。ちょっとあの、帰り、特に行きより帰りの方が暑く感じたね。うん。まあ、そんなところですかね。なんかね、レンタルビデオをね、借りることもなく、どんなんが今出とんかなっていう感じをちょっと見たかったよね。まあ、Unext があるしね。まだ読まない意見本もあるよね。だから、あの、まあ、借りんかったけど、まあ、とりあえず買い物、だから、まあ、すぐ食べるのはこれよね。あの、夕飯のおかず。ちょっと今日昼飯食わんかったね。俺、朝も食べてないんやないかな。だけど、アイス食ったっけね。アイス。それのせいで、あんまりお腹減らんかったのかな。じゃあ、これで終わります。